は超小声、人が多いから今日は煮干しラーメンを食べに来ました。煮干しラーメンです。煮干しラーメンのジンさんです。書いてジンさん、はい、青森の煮干しだって。はい、松陰神社駅の近くにあります。じゃあ行ってきます。はい、券売機で先に買うシステムです。煮干しラーメンと極煮干しラーメンを食べようかな。ちなみにラーメン撮影はいつも夫と一緒です。ラーメン大好きなくせにもともと小食なんですよ。玉木で手伝ってもらってます。であと2人で行くとね、2種類食べられるっていうね、利点もあるよね。一人だとこう一種類しか食べられないけど。はい、店内の壁です。煮干ガッツとかね、味噌ラーメンとか汁なしとかもあって気になります。あとね、サインもね、なんかたくさん飾られてますね。芸能人かな。あとねぶたなんか飾られてた。青森だからね、青森のラーメンなので。はい、こちらが普通の煮干しラーメンです。ネギとチャーシューとメンマ輝いております。美しいシンプルなラーメン。こっちが極煮干し、刻み玉ねぎが乗ってるね。あと長ネギのさ、部分がちょっと違うよ。こっち青いでしょ、緑でしょ、うん、なんか普通の方はさ、長ネギの部分が白いのよ。ちょっと種類が違うよねと思って。はい、2種類です。いざ実食です。いただきます。煮干しラーメンのスープからいただきますよ。普通の煮干しラーメンの方、うん、美しい透明な色ね。あっさり、美味しい。なんかね、こっちは別にあの煮干しのガッツみたいなのはまだ感じないです。煮干しの風味はすごいするけど、ガツンみたいな感じじゃない。麺見て、ツルッツルでしょ。超ストレートです。中くらいの太さの、むちゃくちゃストレート。本当にもうツルッツルって入るの。ツルッ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 って、今この音が入れられないのがね、残念ね音を入れたよね、このツルツルって音。そしてこちらがチャーシューでございますよ。チャーシューね、分厚くて脂身が結構あります。ここで玉木、帽子のこのキャップのこのつばでなんか見えなくなっちゃってるのが残念、ミスりました。ここで、あ、やべ、見えなかったかなと思って気づいてね、帽子をあの後ろにやりました。このね、麺が日本のお蕎麦にすごく似てるのよ。なんか、あ、日本のお蕎麦だ、日本のお蕎麦だって思いながらなんかずっと食べてた。そのくらいあの、ツルツルした食感がすごく、あの、ザ、日本のあの、蕎麦よ。年越し蕎麦とかあの蕎麦、二八蕎麦とかみたいなあのお蕎麦に似てる。メンマは、ごく普通のメンマですね。はい。メンマもシャキ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 ってこの音を聞かせたい。そしてこちらが極煮干しですね。極煮干はちょっとスープがドロッとしているよ。見てください、ほら、ちょっと色が違うでしょ。さっきのは透明だったけど、こっちは濁ってるでしょ。ズルズル、あー、震える玉木なんかあのね、魚粉たっぷりまではいかない、よくあるじゃん、あの煮干しでさ、魚粉の粉がもう口の中粉粉しちゃうぐらいの、あ、そこまでじゃないけど、でもがっつり煮干しの、あ、煮干しのラーメン食べてるなっていう、煮干し好きにはとてもたまらないと思います。でね、麺がとても太いのね。さっきのは中くらいだったけど、こっちは太いの。普通の方より若干もちもちしてる感じがします。太いだけあって、なんでこの、あ、麺じゃない、スープが濃いから絡みやすいように、なんだろうね、まあ変えてるね。あ、それに負けないようにかな、このドロッとした感に負けないように太くしてんだろうね。はい、チャーシューはちなみに同じだと思う、多分。ネギがね、これ青い部分よね、長ネギの青い部分、これ一緒に食べるとね、この青いネギと玉ねぎとみじん切りとあの麺を一緒に食べると、あ、ちょうどいい感じになる。この玉ねぎのみじん切りを最初に考えた人はすごいね。たまにピリってくるんだけどね、玉ねぎだから。なんかね、麺はこっちの方が大きいかなっていうように感じたんだけど、旦那さんにね、こっちの方が大きくないって聞いたら、いや、同じじゃないってこう普通に返されました。はい、多分同じだと思う。煮干し癖になるよね。苦手な人はでもいるよね。煮干し系がちょっと苦手でっていう人もいるから、多分好き嫌いは分かれるよね。あの、癖があるから煮干し。はい、もう一回スープ飲みます。ズルズルズル、あー、スープ飲むたびに震える。
そして夫が頼んだライスを受け取ります。うん、なんかね、まずは浸し、まずはそのまま食べる。あっさりこの白飯だな。そしてスープに浸して食べてって言われたから、スープに浸して、はい、食べたら、うん、あ、これは合うね。うん、これいい。これは合う合う。ライスはいいです。うん、とてもいい。はい、最後にスープを飲んで、あー、また震えちゃう。美味しかったー。ごちそうさまでしたー。煮干し、煮干しで震える。西野かな。はい。食べてきました。すっごい煮干しだった。僕煮干しがすっごい煮干しだった。もう、煮干しの粉をあって、あって口に入れたような煮干しでした。超美味しかった。うん。なんかね、麺も個性的でしたね。はい。ということで、皆さんも良いラーメンライフを。では、さよなら。